皆さん、しばしお耳を拝借。クレイキャローへの復帰作だ。黙れ山嵐、ルビーの話はするな。奥さんの影響を受けた曲がたくさんあるって聞いた。全てだ、全てそうだ。そう、一人ぼっちでいて二度と歌わないなんて。よせ、お前は何も分かっていない。かつてのロックスターはもういないんだよ。クレイ、もう一度演奏して。ちなみに歌えばあなたに戻れる。クレイは伝説的なロックミュージシャンということで。何から始まったことなんで、いろいろご指導いただきまして、非常にこう勉強になる作業でした、ね、選択肢はいつもある。正しいものを選ぶ勇気がないだけだ。歌うことへのやはりちょっと恐れというか、ちょっとビビってしまう気持ちっていうのはすごくよくわかるし、やっぱりそういうことを乗り越えてまたその次があるんだなというのは、まあ、自分のその、普段やってること、歌ってることにもこう通じてるなと。強く生きて過ぎた日々にも囚われてない。映画興行ランキング2週連続で1位を獲得したシング・ネクストステージ。本作の目玉の一つが、伝説のロックスタークレイ・キャロウェイを演じる稲葉さんの歌唱シーン。長澤まさみさんとのデュエットがテレビ初公開されました。現在公開中です。あなたがいた、そして笑顔になって感動できる。エンディングはこれしかない。あなたで締めます。あなたの歌で。シングネクストステージ、この春忘れられない極上のライブ体験を映画館で。